今や日常のあらゆる場所に存在する監視カメラ、その分会議を記録する確率は高いのかもしれない。今回ご紹介するのは、とある古本屋に設置された監視カメラの映像である。投稿者の古本屋経営者によると、どう考えても人間ではないものが映り込んでいるのだという。それではご覧いただこう。お分かりいただけただろうか。店内を捉えた2箇所の映像が交互に切り替わっていく。出入り口付近を映した映像に切り替わった時、和服の女性が後ろ向きの状態で店内に入ってくる。続いて店内奥からレジ方向を捉えた映像に切り替わる。位置関係から考えて、本来和服の女性は横向きに映るはずなのだが、不可解なことにこちらでも背中を向けているのである。同時に記録した映像であるため、通常の人間がこのように映ることは不可能であるのだが、そして和服の女性は忽然と画面から消えてしまう。投稿者から話を聞く限り、このようなものが映ったのは後にも先にもこの時だけだというのだが、まさかカメラはもののけの存在を捉えてしまったとでも言うのだろうか。